私が言いたいのはここなんですよ。オーバーツーリズム。実は、とどのつまり、日本に住んでる人たちの、日本国民の、まあ、主に日本国民の給料をアップすれば、オーバーツーリズム解決しますよ。結局は、国民生活が豊かになりゃ、観光業も救えるんですよ。はい、皆さん、こんにちは。アメルコエです。今日はですね、今週、左目からなんですけども、白内障の手術しました。で、来週右目やります。んでですね、まあちょっと安全を期して、ちょっとこの、ゴーグル型のこの、メガネ。メガネっていうか、これ、伊達メガネですね。入ってないですけどね。ドア入ってないですけど。まあね、それをちょっとかけて、それで、まあ動画撮っていきたいと思います。でですね、今日はですね、まあこれですね。以前私の動画でも何回か取り上げたと思います。そうです。オーバーツーリズムの問題です。もう日本もね、観光客結構多くなってきてるんですよね。で、まあ、でもね、世界的に見るとやっぱりね、観光客ものすごい増えてるんですよね。例えばタイ、例えばスペイン、例えばフランスなんですけどもね。でですね、今日はですね、このスペインのお話なんですけども、特にスペインのバルセロナですね。このバルセロナでですね、デモがあったんですよね。で、記事的にはね、7月7日の記事。で、その前日の6日に、まあ、デモが行われたというふうなことを書いてあるんですけどね。これはですね、まあ、gg.com からなんですけどね。ちょっと読んでいきたいと思います。スペイン随一の観光都市、バルセロナで6日、大量の観光客受け入れに反対するデモが行われたと。もうたくさんだと。観光に制限をと。とのスローガンを掲げ、警察によると約2800人が参加した。住民の一人は、我々は過剰な数の観光客に苦しめられ、街は住みにくくなっていると主張。デモ参加者らはホテルの前で、観光客は我々の土地から出てけ。と繰り返した。地域と地元当局によると、バルセロナでは家賃は過去10年間で 68% 上昇。市当局はこの不動産市場に物件を流通させるため、1万戸超ある観光客向けアパートの賃貸を2028年まで禁止すると発表した。観光アパート協会は反対していると。で、サグラダ・ファミリア協会などの観光名所があるバルセロナには、昨年、1200万人以上の観光客が訪れたということです。すごいですね。確かバルセロナの人口は180万から200万ぐらいですよね。おおよそ、まあ、倍まではいきませんけどね。まあ、いや、倍じゃねえよ。倍は言ってますね。10倍は言ってないってことですね。と、まあ、数倍観光客訪れてるということです。とまあそういうことでね、例えばスペインですよね。確か一番観光客多いのがフランスでしたっけ？で、二番目がスペインなんですけども。先だってもね、カナリア諸島っていうのがあるんですよね。もう、風光明媚というか、もう本当に、なんていうかな、カリブ海のハワイみたいな、そんな感じのところなんですけどね。そこでもデモが行われた。あとベネチアな、イタリアですけどね、イタリアのベネチアも、なんか観光税がどの子の、もっとやろうかなって。でもあんまり効果なかったみたいですけどね、ベネチアの場合は。で、あとスペイン、バルセロナも観光税を、高くしようというふうなことを言ってます。もう高くしたのかな？もう今年2回目らしいですけどね、2回目のその、値上げということなんですけどね。まあ、日本に限らずいろんな国、観光国、このオーバーツーリズムという問題、非常に、苦しんでますね。オーバーツーリズム、観光公害っていうんですかね。そんな風に、まあ、略ありましたけどもね。でですね、私は先だってつか昔の動画です。何本か上げたんですけどね。この観光ツーリズム、どうしたらいいのかと。どうしたらいいのかと。ちなみに私は、今後外国に行きたいです。今後外国に行って YouTube の動画を撮りたいです。旅動画。今のところ国内だけなんでね。まあ、それにはまあ、お金貯める必要があります。行きたい国あるんですけど、何カ国か。なんでね、そこをまあ、行って、旅動画撮っていきたいと思うんですけどね。そうすればもう視聴回数もね、今とは桁違いの数になるかもしれませんからね。とまあそういうことで、まあ私自身観光客として外国に行きたい。そういう立場から、観光ツーリズム考えると、本来ならば観光ツーリズムいらないじゃないか。でも、
今日本でも観光ツーリズム、特に京都なんてすごいですよね。先立っての確かニュースで、バスで、バス乗るときは、ものすごいでかいスーツケース持って、それで、まあ、地元の人たちが乗れなくなったみたいな、そんな、まあ、事件がありましたよね。話がありましたよね。なんで、ね、もう、日本人としてもね、対岸の火事では、済まされないんで。まあ、ここで、まあ、行きたいと思うんですけどね。まず、どうしたらいいか。これはあくまでも私の意見です。他にいい意見あるよという人、あったらコメントしてください。うん。まあ、まず、まあ、入国制限ですね。手っ取り早いのは入国制限。ほとぼりが冷めるまで入国制限。なんで、例えば、ビザのお金高くすると。あるいは、入国税のお金、入国税を取ると。ものすごい額のお金を取ると。そういうふうなことでやる。あるいは今度ビザですね。ビザの期間を短くする。90日じゃなくて、1週間とか。まあ、統計的に、例えば、やっぱ、多い国。あるいはそれに伴って犯罪者の多い、犯罪者の多い国。日本国内で。ですよ。観光とか行って、なんか、物を盗んだり、それでね、捕まったとか、そういった犯罪者数の多い。そういった国。この国に対して、今言ったような、ビザの日数をこう減らすとか、あるいはお金、支払うお金を増やすとか、そういうふうなこと、そういったね、まあメリハリつけてもまあ仕方ないかなという感じはあります。あとはもう一つはですね、例えばインドの旅とか私よく見るんですよ。何人か見ますよね、インド。インドの、そういったタージマハルもそうかな。有名なところっていうのは、博物館にしろ、資料館にしろ。というのは、外国人とインド人の値段違います。10倍ぐらい違うところありますからね。そういったように、例えば日本も上野動物園だとか、まあ、国立博物館だとか、なんとかっていうところ。外国人向けの値段設定するっていうのも私ありだと思います。例えば日本人が100円だったら、外国人1万円とか。まあそういうふうにね、値段設定するのは私はありだと思いますけどね。とにかく、まあ観光客を受け入れない方向で行くしかないですよ、これ。共栄共存、多分、まあオーバーツリズム上で共栄共存はできないと思います。できないと思います。絶対必ずいざこざが起きますから。と、まあそういうことでね、まあ豪に愛したバルセロナ。あと、ベネツィアとか。まあ、いろんなところあると思います。タイでもなんか不良外人を追い出せみたいなデモがなんかあったみたいなことをなんか聞きましたけど、本当かどうかわかんないです。これは。まあ、そういうことで、やっぱり制限する以外は他ないですよね。じゃあ、そうすると、そのオーバーツリズム、外国人観光客を目当てにした。そういったとか、旅館業とか、まあ、観光都市とか。どうすればいいのか。まあ、観光都市は、まあ、オーバーツリズムなんで、それでさ、収まればいいかもしれない。ですけども、そういったこと、まあ、そういうふうなことじゃなくて、例えば観光業、今言ってるのは、ホテルだとか、あと、まあ、飲食店とか、売り上げガクンって下がる可能性があります。じゃあ、どうすればいいのか。私もこれ何回も言ってますけどね、昔も何回も言ってますけど、言います。まあ、だったら、日本国内にいる、日本人の観光客、増やせばいいじゃないかと。まあ、今、日本国内にいる日本人って言いましたけど、日本国内に今住んでる外国人でもいいです。特に日本国内に生きている人たち、日本国内で生活している人、その人たちが旅行しやすいようにすればいいじゃないですか。どうすればいいのか。金ですよ。金です。例えば新幹線の値段半額にするとか、まあいろいろそういうふうなのもあります。各公共、機関、あるいはまあ各会社で、まあそういったお値打ちの、まあ、価格を提示して、それでまあ、引き込むというのもあります。あともう一つは、金なんでね、給料アップすればいいんじゃないですか。私が言いたいのはここなんですよ。オーバーツーリズム。実は、とどのつまり、日本に住んでる人たちの、日本国民の、まあ、主に日本国民の給料アップすれば、オーバーツーリズム解決しますよ。オーバーツーリズムで外国人の受けで制限した。だったら日本人に行ってもらおう。それには、まあ、今言ったように価格、据え置きの価格で、いい値段で、お値上の値段で、まあ、サービスを提供する。それと同時に、まあ、あるいはそれ以上に、給料アップすればよ。
日本人観光客ってどんどん行きますよ。ええ。そうなんですよね。もう一回言います。オーバーツーリズム。だからバルセロナもそうですし、そういったそこで苦しんでる人、苦しんでる、まあ国々。ちょっと考えてみてください。そこに住んでる人たちの給料はどうなんだいと。ちょっと考えてみてください。ええ。まあただね、日本はね、まあ幸いなことに、給料上がりやすいっちゃ上がりやすいんですよ。ね、消費税廃止して財政出動すればいい。ただね、ヨーロッパとかでは、消費税、まあ廃止してもいいです。ヨーロッパでも。軽率、なんだっけ。軽減税率、軽減税率だっけ。軽減税率。あれやってる国結構あるんで、それ以上に、財政出動に難があるんですよね。ヨーロッパの国っていうのは。ええ。自国通貨での国債が発行できないから。ええ。ユーロは自国通貨になりませんからね。フランスにしろ、イタリアにしろ、スペインにしろ。ええ。だからね、財政出動になる。でも日本にはないです。インフレ率が制約になりますけども、まだ十分。3%、4%、十分出せますから。ええ。ということでね、今回、まあこれ緊縮財政は枠に入れるかどうかちょっとわかんないですけども、結局は、国民生活が豊かになりゃ、観光業も救えるんですよ。ええ。これをね、オブラートに包んで隠さない。それで外国人を受け入れようとする。そういった売国度。まあ売国度ですね。売国度チックじゃなくて売国度。世の中にいますからね。ええ。そういう人間、常に監視していかなければいけません。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。